スペルビアとの海戦の噂、いよいよ本当かもしれませんね。ここんところ軍備を拡張していたからな、戦艦の数も増えている。それにしてもヘンテコな形の船ですもん。むやみにアルスを改造することなく兵器として運用する、自然主義のインビディアの特徴だな。紹介でもたくさんのインビディア船を見たけど、スペルビアとは運用思想が真逆なんだよね。だからこそ争いも起こりやすいというわけですね。昔から犬猿の仲じゃったからの。はためにはスペルビアの方が印象悪いよね。ゴテゴテ機械をくっつけちゃってさ。はためにはな。じゃが当の本人は意に介しておらんじゃろ。あんだけ痛そうな改造されても。アルスは人と共にある、そういうもんじゃからな。はあ。わしなんて背中に小屋を建てられたり、尻にクレーンを刺されたり、七輪を焚かれたりしても文句一つ言ったことがないぞ。七輪は喜んでたじゃないか。あれは気持ちが良かったの。またやってくれんかの。今やったらアルスの丸焼きになっちゃうよ。確かに。